坂木原康政は関東に違法された家康から盾林藩十万石を与えられる関ヶ原の戦いの後老中となる先代康勝に子がなく断絶しかかっていたところ家康の命により忠次が家督を継いだ坂木原正峰は将軍徳川吉宗が出した倹約令を無視した行動を行い吉宗より 強制隠居の上で、秩居を命じられ、家督は、嫡男の正澄が継ぐことを許されたものの、越後高田に、懲罰的な天保を命じられた。榊原氏は、高田藩に天保以降、幕末まで高田藩主を務めることとなる。榊原正隆は、家族連によって、死者となる。